今日はエアロビックの競技の構成について少しお話ししたいと思います。エアロビックは体操競技ですが、もともとはフィットネスで行われるエアロビクスがスポーツへと発展したものになります。なのでもちろんエアロビックの中にエアロビクスの動作は組み込まれています。競技の中でのエアロビクスの動作は AMP エアロビック動作パターンと言われます。そして以前紹介したエアロビックの技であるエレメント、そしてそれ以外つなぎ動作や上から下への移動、それらのことをトランディションと言います。今日は皆さんにエアロビックに興味を持っていただきたいと思い、8月に行われた大会での、僕の演技を、流します。そしてその演技の中でテロップをつけました。エアロビック動作パターンのところには A、 トランディションの部分には G、 エレメントの時はエレメントの名前とエレメントの点数を表示しました。ぜひご覧ください。演技の前に一言だけ、僕の演技を流すのですが、もちろんこれがトップクラスではありません。全くありません。中ぐらいかな。10段階評価にしても、よくて6、4から6ぐらいの、本当にちょうど中ぐらいのレベルの演技です。恥ずかしながら。それでもエアロビックについて知ってもらうにはやっぱり演技そして説明があった方がいいと思って、自分の演技を投稿しますので、温かい目で見守ってください。そしてこの演技を見て興味を持っていただけたら、世界大会の動画など、リンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方をご覧いただきたいです。よろしくお願いします。どうだったでしょうか。簡単な、構成の説明の動画となりましたが、今日はこれで終了したいと思います。チャンネル登録、高評価、そして Twitter のフォロー、そして、今日のこの動画を、現実の友達に話をしてみてください。そうやってエアロビックが広まっていくと思うので、ぜひ噂話のネタにしてください。今日は動画を視聴ありがとうございました。